自分が想定してたタイムよりはやっぱ後半ちょっと落ちちゃって、少しこう、まあ、ウィークを通して抱えてた問題も、まあ、あの決勝レース中に少し出ちゃって、そこからがなかなかこうタイムが上げづらかったんで、あの僕自身は去年のタイム総合タイムを抜きたかったんですけど、今一歩及ばずで、なかなかこう、まあ、勝ちはすごく嬉しいんですけど、内容的にはちょっと悔いが残るレースだったかなと。でもまあ勝てたからそれを言えるだけであって、まあ、まずはね勝たないとこういうことも言えないし、まあ、あの勝てるマシンを作ってくれた、タイヤを提供してくれたヤマハさんと BS さんにすごく感謝したいと思います。そう、音だけはねずっと聞こえてたんで、どの辺のにいるのかなと思いながら、あでも自分の足に結構集中はできてたんで、まあ、転倒も免れたし、非常に、まあ、集中できたいいレースだったと思いますけど、非常にこう BS さんに感謝してますし、あの、まあ変わね、1年目でこうやってインパクトを与えることも非常にこう BS さんにも宣伝になってると思うし、自分も貢献できてるかなと思ってるんで、まあ、あの勝ち星をこれでね、あの4から5へと最終戦を使って伸ばしたいなと思います。はい、まあ、僕のスタイルがね、とにかくレースを一生懸命やって勝ちにこだわって走るのが僕のモットーですし、そうしないとこう力を発揮できないと思ってるんで、まあ、鈴鹿も、まあ、フルコースで勝ったことないんで、あのゼガヒでも勝ちに行きたいなと思います。